どうもー、こんばんはー。来たー。こんばんはー。はい。本日の農業部を担当する坂口珠美でーす。皆さん、お疲れ様ー。元気ですか？おー、すごい。なんか、また、ライブ会場みたいになってる。こんばんは。今日は月曜日ですね。今日からあれですか？週末明けで頑張ってますか？ お仕事終わりましたか？はーい。ちょっと久々な気がする。そうでもないか。いつだったかしら。私たくさん出てますよ、農業日。久々じゃない？今日は話すことがいっぱいあるので、最後まで見るんだ。絶対に見るんです。こんばんは、こんばんは。はい。お疲れ様です。じゃあ、早速やっちゃいます。かしこまり、だって。はい、絶対に見てください。最後までね。はい、じゃあまず前回のメンバーからの宿題です。じゃん。ヨダからですね。 次回の方って書いた。選んだかぶり物になりきって皆様に挨拶してね、だって。はい、じゃん。ヨダハラだね、本当に。 こんばんは。なんでこんなにいっぱいあるんだろう。どれがいいですか？ 何これ、初めて見る。何がいい？これなんかつけたことあるな。見たことある感じする。全然どれでもつける。 全然ね、恥ずかしいとかないの。これつけたな、いつかハロウィンとかでつけた気がする。ああ、ウサ？ウサないか。じゃあこれでいっか。 でもこれ見たことあるよね。これは猫です、多分。キラーン。挨拶してね、だって。はい、こんばんにゃーん。 にゃーん、こんばんにゃーん。はい、坂口珠美でーす。ヨダハラ、もうなんてことないぜ。 はい、挨拶しました。もう一回いいですね。はい、宿題完了。 パーカーと合ってたでしょ。白にしました。 明日の子にもやらせたいね。 はい、じゃあ次いきますね。続いては農業日選手権です。わーい。はい、今週の競技、たまみからだすですね。今週46秒豆つかみ。わー。はい、まずは、今週の競技はもうすぐ節分ということで、そうじゃん。うわ、やばい、2月じゃん、早っ。46秒豆つかみです。机の上に置かれたこちらの、うわー、絶対こぼしませんように、お豆を箸で掴んで皆さんに見せた後、お皿の上に乗せていきます。制限時間は46秒です。週の中で最も多くお豆をお皿に乗せた
乗せたメンバーにご褒美として素敵なプレゼントが贈られます。はい、もう私は器用じゃないか、手が不器用なんですけれども、お箸ならお任せあれということで ねえ、46秒です。ちゃんとこうひょいってやるからね。じゃあいきまーす。頑張れ。せーの、よーい、スタート。あ、待って。はい、1。え、待って。はい、意外とつかめない。はい、どうよ、やばい。一個一個、あ、待って、いい匂いする。はい、待って、コツをつかんだ。はい、ね、コツつかんだ。え、やばい、あと9秒なんだけど。はい、はい、お願い。あ、やばい。はい。ストップ。どうなの？1。え、むず。1。あ、難しい。え、どうやって数えたらいいんだろう。あー。じゃあ、数えます。1。2。3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15なんだけど。はい、ありがとうございます。15なんですけど、ちい名前ですね。坂口たのみ。15ってどうなの？やったことある人いますか？ 15 個。15個でした。今のところ1位。もうなんかそろそろ欲しいんですよね、素敵なプレゼントが。でもちゃんと1個ずつ掴んだ、偉い はい、誰も起こしませんように。で、いい匂いだった、これ大好き、これ大好き、小学生の時ずっと食べてた。いい匂いです。はい、15個でした。以上、農業美選手権でした。ギャー。はい、って感じで、ここからはいろんなお話をね、したいと思います。何の話しましょうね あ、じゃあまずは近かったアンダラのお話。アンダラ見てくれました？来てくれました？どう？アンダラ、わ、推ししか勝たんって、なんか書き初め出たんだけど すごー。アンダラ、あ、行きました、最終日行きました。おー、配信見たよー、だって。ありがとう。2日目行ったよー。おー、嬉しい。わー、たくさん来てくれた方嬉しい。今回はね、盛りだくさんでしたね。ありがとう。最終日行ったよ。たまみ輝いてた。嬉しい。今回は、そう、乃木面でね、ファンの方にはちょっと軽くお伝えしたんだけど、ちょっとね、お耳の、影響で、みんなよりちょっと曲数を減らして出演させてもらったんですけれども、でも自分的にはすごいなんか、もう、燃え尽きたっていうぐらい、今回たくさんのことに挑戦したんですよ。だからすごいやりきったって感じがして、めちゃくちゃ頑張りました。もうね、精一杯パフォーマンスしましたね。
そう、今回フラッグね、フラッグ旗を、もうなんか鬼デカ旗、なんかもう超ビッグサイズ、もうひょーいぐらいじゃなくて 見た人は伝わった？めちゃくちゃ大きくて、もうみんな腕バキバキ、もうね本当にアーヤとか、アーヤよりも大きいんじゃないかっていうぐらい、もう超可愛かったの。あんなにちっちゃいのにね、頑張って振って、もう本当に重くて、そう重そうだったね。そうなの、なんかマジでねすごい大きな旗でした。持ったり、あとステッキ使ってパフォーマンスしましたね。ハードトゥーセイは。あと仮面つけて、お面、仮面つけて、何、怪盗になりきって、ちょっとミュージカルっぽかったりしてね、揃っててすごかった、嬉しい。もうすんごいね、もう本当に旗の部活みたいな感じで 何十分もみんなで何時間もすごい練習したんですよ。広いとこじゃないとできないから、そう頑張りました。で今回はユニットがありましたので、私は優柔不断なプリンセスです 旗の部活、そう、君に贈る花がない、よかった、嬉しい。2日目に披露させてもらいました。どうでした？優柔不断なプリンセスはリリアとレノと、あとレイちゃんとひなちゃんと私の5人で、もうプリンセスっていう感じでね なんか優柔不断なプリンセスだけど、私全然優柔不断じゃない、ちなみに 結構バチッとタイプだと思う。そう、それで全部見たかった、嬉しい。そう、岡ひなちゃんがね1人だけ5期生だったんだけど、もう5人の絆生まれちゃった 全部夢のままと、あとなんだっけ、ショパンの嘘つきと君に贈る花がない、どうでした？全部可愛かった。おお、天才、センスの演出が良かったよ。そうなの、ショパンはねセンス使ってやってたりして、あとプリンセスなので、私たちこうティーパーティーをイメージしたりね、衣装もプリンセスっぽかったりで、「君に贈る花がない」は私的にひなこさんの卒コンぶりだったんですよ多分。だからそれもピアアリーナだったでしょ、なのですごいなんかもうリハの時から、初めて今回踊った瞬間からもう「でドキドキしたし、なんかエモくなっちゃったというか、思い出しました。なのでこのサンエトさんの、なんだろう、思いを受け継ぎながら ちょっとサンエトさんっぽい水色っぽいのがいいねって言って、あの衣装になったの、プリンセスみたいな。衣装もみんなで決めましたね、え、私も大好き、君に贈る花、もうなんかとうとうってなる エモいね。あ、わらコールめっちゃ大声出して、ああ、ありがとう、意外とコール聞こえました、すっごいありがとうございます なんかタームが投げキスしたらおおってなって、聞こえました、感謝。って感じですね。そう、ユニットはねめっちゃ多分他のユニットよりもなんか大変だったはず なんか新規ぶりが多かった気がします。ちゃんとねコールすごい聞こえましたよ、どの曲も、感謝です、とっても。アンダーズラブも3人のドラムでできたのすごい嬉しかったし、アンダーズラブの時にリリアと
目が合うんですよ、一瞬遠くに行っても目が合う。だからすごい好きなの、そこが。本当にね、今回はたくさん覚えたね。頑張りました、みんな。もう旗ほんと、まだ筋肉痛、腕。みんなムキムキですよ、腕。みんな大好きです。って感じですね。あと、アンダラの、あ、トロッコびっくりしたよ。だってトロッコね、今回乗ったのたくさん、近かったですね。すごい、こんにちはって感じで 楽しかったです。よーく見える皆さんの顔。わ、今回たまちゃん好きになってトーク撮ってよ、嬉しい。そのまま解約しないでください。ずっと撮っててね。 もうみんなね、最高でしたって感じですね。じゃあ、あと、じゃあ違う話しますね。 江戸散歩、見た、ぐるり東京江戸散歩見たことありますか？ この間梅が来てくれて、なんか不思議でした。いつものこうメンバーとお勉強しながらお散歩するのが楽しかった。そう、もうロケはね、朝から夜まで頑張ってるので、ぜひ見てください。 で、河本さん、次長課長の河本さんも来てくださって、めちゃくちゃ褒めてくれるかな。 この間放送されたけど、すごい褒めてくださるので、私褒めてくれるのすごい嬉しいので、すごく楽しかったんです。 またまた次回も見てください。外仕事で3期という夢のクラブ、嬉しかった。なんかもう母、私の母って感じですね、梅は。はい、見てね。徳川家の歌歌ってください。え、もう歌えない。え、歌える歌える。家康、秀忠、あ、違う。家光、家綱じゃない？綱吉、綱吉。でもちょっとね、見ないとダメなの。でも3代目が家光さんとか知ってる。すごくない？もう頑張ってんだぜ。 知ってる？家光さんとか知ってる？ あ、待って、格付けびっくりした。あ、嬉しい。そのお話もしたかったのです。格付けチェック、皆さん気づきましたでしょうか？ そう、私社交ダンスを今までやったことない動きすぎて、本当に人生初だったんですね。で、2週間前ぐらいに知って、1週間前ぐらいから練習が始まって、もう本当になんか焦りと、なんかできなかったらどうしようみたいな気持ちで、もうずっとドキドキの毎日を過ごしてて、でね、本当に動きが違うの、ダンスと今までの。でもなんか最初、初回のレッスン受けた後にこう車から降りようとしたら、 なんかもう足のね、筋肉が使ったことなくてびっくりしちゃって、降りようとした瞬間に「わー！」ってね、崩れ落ちちゃって。一人だったんだけど、すごい恥ずかしい。もう一人で、わーってね、力抜けちゃって、立ち上がれなくなっちゃって、それぐらい、筋肉もびっくりしてました。でも、湿布も危ない、危ないよね。湿布とかも今までいないぐらい買って、湿布、痛み止めも貼りながら。すごい梅とかに言いたくて、よりによって梅に言いたくて。 ダメじゃん。
だからもうほんとここまで来た、うわ今ねって言いそうになっちゃったけど、本当にもうあと数日後で本番だからっていうので本当にドキドキだったんですけど、でも先生とかね川崎麻世さんのおかげで本番大成功でできたのでよかったです。もうプロの方々だったからさ、もうそりゃそうだよねっていう感じなので、光栄でした。一緒に踊ることができて、プロの皆さんとも。そう、嘘スケジュール、そうがね、メンバーとの共有のねスケジュールに入ってたの。なんだっけ、なんか謎の番組名で それ嘘だったの。それでみんなを騙してた、メンバーを。でもね、そういう時多分気づかないんだよね、みんな。だからいいね。あ、そう、「レッツエンジョイライフ」っていう 嘘の番組名で「レッツエンジョイライフロケ」っていうのをマネージャーさんが作って そう、それでもう日々練習に励んでましたっていう感じです。貴重な経験でした。感謝でいっぱい。ないよね、そんな番組。そう、梅がね、なんかたまみ新しいの決まったのかなって思ってたんだって そんなのないのに 最近のたまちゃんの美女大志向、あら嬉しい。最近は前髪を伸ばしてるです。大人っぽくなろう計画をしております。え、でさ、待って、格付けのさ、あーやがね、たまみさん、今見てたらたまみさんが出てきてびっくりしました。できたの、かわいい、超かわいくない？たまみさんみたいな、もう文章からかわいいんだけど はい、って感じです。では、次回のメンバーに宿題を出したいと思います。明日のメンバーは小川あやちゃんです すごい、匂わせみたいになっちゃったけど、本当に自然にあやのねことが浮かぶんです、頭に。あーやですよ、みんな。やばいよね、絶対見なきゃ。絶対見て。私も絶対見る。あーやに、あーやにさ、こうやってかける時が来るなんて。あーやがさ、お誕生日プレゼントくれたの。で、そのラッピングの紐のリボンが紫と黄色のね、私のサイリウムカラーだったの。かわいい そんなさ、なんかそうしようって考えたアーヤがかわいくないですか？そのなんか気持ちかわいい、気持ちがかわいい。はい あーやに何かやってほしいことありますか？たまちゃんに告白する。あー、やっぱそっち系だよね。たまみん得じゃん。
まちゃんと行きたいところ、いいね。あ、俺も告白されたい。だってみんなそりゃね大好きですよ、アイアのこと。みんなでめでていきたい。いやね、ライブの次の日ねテストだったんだって。可愛くない？はい、じゃん。あやへ、大好きだよ。可愛くて真面目で可愛くて大好き。あや、何もしなくていいよ、きっと今日も可愛いよです。はい、もうあやね、なんかね、何も宿題とか出さない、いいでしょ。これダメっていうかい。あーやは多分これを読んでるだけで可愛いから大丈夫。きっと可愛くてみんなあのノックアウトされちゃうからいいの、いてくれればいいの。あーや、今日も可愛いよ。はい、わかるんだよね。過保護すぎる。過保護じゃないんだよ、ちゃんといい子だから大好きなの。みんなで可愛がっていきましょう。明日ね、絶対見て。私も見ます。可愛い、ほんと心がね純粋なの。やな、なんか近所のおばさんみたいになっちゃう。はいです、アーヤに届け。はいですね。お、早い、今日早い、今日3分ぐらいに感じます。そろそろ終わりのお時間が近づいてきました。早すぎる。近所のお姉さんでしょ。ね、近所のお姉さんでいたいです。はい、今日皆さん楽しんでいただけましたか？お、スクショタイム。キュン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 。はい。改めてアンダーライブ、本当にお疲れ様。ありがとう。本当に頑張りました。もう燃え尽きたっていうぐらい頑張りましたね。来てくれた皆さんも、見てくれた皆さんもありがとう。あ、オーディションの写真見れてよかった。だってこれは2日目に来てくれた方だけじゃない？マジでよかった、3日目じゃなくて。でもさ、でも可愛かったことない。なんか恥ずかしいんだけど、あのまだ小さくて子供って感じで可愛かったですよね。いや、可愛かったですよ。やったー。いや、でも3日目じゃなくてよかったね、本当に。綺麗なおでこでした、嬉しい。そう、3日目めっちゃ面白かったね。あれはもうなんか何回見ても面白い。懐かしいな、すごいあれだった、思い出しました、あの写真で。はい、今回も楽しかったです。お疲れ様、お疲れ様。とってもとっても皆さんありがとうございました。また明日絶対見ましょうね。それでは坂口智美でした。バイバーイ。